西洋なナカマドはナカマド族に属するヨーロッパ原産の落葉樹である。ヨーロッパの中部から西部の広い範囲に分布し、その生息域は北極圏にも達する。生息域の南部である地中海地方では産地の高いところでのみ見られる。英明老ンは北欧の言葉で魔よけを意味するルナに由来する。北欧神話によれば雷神トールが増水した川を渡るとき、 この七かドに助けられたとされる。スコットランドでは、ウィガンツリーとも呼ばれ、魔術的なものを避けるお守りとして神聖視されていた。船の一部として、西洋カマドから切り出した板をはめ込み水波よけのお守りにしたという。またもう一つの英米マウンテンアッシュは、西洋カマドの葉が、一見、トネリコ族の葉と似ていることから来ている。西洋カマドとトネリコ族は禁煙ではない。 西洋な仲間の歯と鼻落葉性の中低木で成長すると8から10メートルほどになることが多い。稀に20メートルを超える。大きく成長し28メートルに達する個体もある。樹皮は滑らかで、若木は銀灰色をしている。樹齢を重ねると薄い肺褐色になり、時にはひび割れする。新芽は緑色で細かい毛に覆われているが、次第に肺褐色になり毛もなくなる。 つぼみは細かい毛に覆われており、紫茶色で目立つ。葉は長さ10から22センチメートル、幅6から12センチメートル。9から19枚の小葉が、鵜上複葉を形成している。小葉一つの長さは3から7センチメートル、幅は15から23ミリメートル。葉の縁は、荒い巨子状。葉には細かい毛が生えているところがあり、 とりわけ傭兵と羽裏の葉脈に入っていることが多い。枝の末端に最大で250個ほどの花が直径8から15センチメートルの三胞花状を形成する。一つ一つの花は1センチメートルほどで5つの乳白色の花びらを持つ。両生毛で昆虫によって受粉される。果実は梨状花で直径6から9ミリメートルで最初は緑色だが、 夏になり成熟するにつれて鮮やかな赤色になる。果実は中は最大8つの種がある。2倍体で染色体数は 2n イコール24。4ア種もしくは5ア種が確認されている。葉と成熟した果実西洋な仲間では寒さに耐性があり、産地の標高の高い地域でもよく見られる。イギリスでは標高1000メートル、フランスでは 標高2000メートルの高地にも分布する。また弱酸性土壌や崖の割れ目など、様々な土壌状態に適応している。また、着生植物として、ヨーロッパーカマツなどの大きな木の裂け目や穴から生育することが数々あるが、大きく成長できないことがほとんどである。西洋な仲間どの果実は、多くの鳥類、特に、脇赤つぐみ、野原つぐみ、クロウタドリ、 ヤドリギズグミにとって、重要な食料源となる。また果実を食料とする鳥たちが糞をすることによって、種子が拡散される。種子は、銀山マシコや大型のフィン地の食料となる。早川はアカシカ、ノロジカ、ユキウサギ、さらにガの一種ベニューナケインブリカをはじめとする、数種類の昆虫の幼虫が食べる。庭を食い荒らす害虫として知られるカタツムリ類。 ヘリックスアスペッサも、また西洋ナナカマドの葉を食べる。西洋ナナカマドの果実他のナナカマド類と同様に、西洋ナナカマドは、街路樹や庭の干渉樹として栽培されており、栽培品種が選定されている。例えば、スプリーニフォーリアは、深い巨子園の葉を持つ。ベイスナリーは、樹皮や枝が、銅のようなオレンジ色である。フリュードルテオは、黄色の実をつける。 西洋な仲間どの実は独特の苦い風味を持ち、ジャムやゼリーの材料として使われる。その生息域の広さから、料理や飲み物に特有の苦味や酸味を与えるために好みを使用する国は多い。西洋な仲間どのゼリーは、伝統的に鹿肉などの狩量の獲物の肉によく付け合わされる。苦味の少ない大きな実を付けるエジューラスという品種も作り出され、栽培されている。 ありがとうございます。